こんにちは。天ーアカデミー堀秀夫です。今日は FBA 納品受け取りが多発するわけ。まあ、これについて説明します。48時間で受け取り完了するはずの FBA 納品が2週間かかるのはなぜか。残業して遅れを取り戻そうという発想はないと。なんじゃそらって感じなんですけど。 まあ、あえて分かりやすく、ね、きつい表現を使うと残業して遅れを取り戻そうとするためにはまあ社畜が必要です質の良い社畜がいるのは日本だけ年末は48時間で受け取り完了するはずの FBA 納品が2週間以上かることがあるとでそもそもシステム上3週間待たないと問い合わせすらできない、ね、約束を守ろうという発想はないというかできない なぜなら日本は遅れを取り戻すために休み時間を削ったりサービス残業をしたりしますこれは欧米ではできないです遅れを取り戻さなきゃいけない理由がないと、ね、日本人は労働は尊い仕事優先というふうに調教されていますしかし欧米では仕事は罰必要最低限以上の罰を受けることは避けるのが普通です 作業が山積みでも定時で帰ります。それと残業代が高いので残業はさせられないという事情もあります。例えばオーストラリアでは歳日の時間外労働は2.5倍の給料になります。ねでこれ遅れたんだからサービスでやるとかいうね日本みたいなことは一切できませんしもしもそんなことしたらとんでもないことになります。ね、裁判ざった当たり前。で、えー、その 会社が倒産するほどの罰金を課せられることもあります。まあ、そんなわけでね、48時間で受け取り完了するはずの FBA 納品が、まあ、2週間かかっても、ね、2週間かかっても終わっていなくても心配することはないと、ねまああの。心配するのはわかるんですけど、できることがないというのが実情です。納品が無事終わるのを応用に待ちましょう。まあ、ちなみに、オーストラリアとアメリカでは diy 日曜大工が盛んです、まあ、この理由も、まあ、工事人がいつ来るかわからない。ねやっと来たと思ってもちゃんとした工事ができない。いい加減な工事内の料金はバカ高いということでね、えー、さっきのまあえー、作業が遅れてもね、えー、きちんと、えー、作業を追いつかせるとかいう発想がないのと一緒でね、約束したのに工事人が来ないとかね。えー だと思ってもね綺麗な天井に穴開けてってね、えー、それで工事完了とか言って帰ってったりしますしね、でそのくせ料金はね、一兆万円以上に高いというのでね、ドゥイットバイ、人気なのはこういう、そのね、労働は罰という、えー、前提でいやいややってると考えればね、えー、そのきちんとした仕事とか向上心なんてのはね、程、えー、遠いのは当たり前と、ね。もちろん中には例外がありますけど、ただ少なくとも。 ねえー、FBA の受け取りとか、あるいは配達員という仕事で、そのね、もうすごい向上,向上心があって、えー、真摯に仕事に取り組んでいるという人が、ねえー、い,るとはいるとはほぼ期待できないんで、まあ、仕事が多くなれば、遅れに遅れて、えー、どうなってんだと、ねえー、約束が違うじゃないかと、販売チャンスを逃したよと、日本の感覚で言えば文句を言いたくなる、えー、状況になるのは当たり前です。まあ、ただね もうしょうがないと。もう何もできることはない。まあそういうもんだと思って待つしかないというのがね、えー、実情ですんで、まあここでね、タ、えー、たタたつついたりなんかしてもね、えー、やから蛇が出たり、えー、何しろ状況が良くなるということはまずありえませんので、えー、何とぞ、ね、納品遅れと。まあ、忙しいときはよくあるねという感じでね、えー、待っていただければと思います。以上、天馬アカデミー、堀秀夫でした。